ATP のジュニアランキングは現在3位につけています。9月20日先日にプロ転向を発表した坂本選手、 ATP や ATP ツアーの大会の予選は今大会が初出場となります。今年は1月の全豪オープンジュニアでシングルス優勝、今月行われた全米オープンジュニアでもシングルスベスト4、ダブルス優勝の成績を残しています。先日はデビスカップの日本代表のファイナルメンバーとしても出演しました。フロムジャパン坂本龍一。今日は選手が勝利をしました。